書いてはいけないっていうタイトルの本なんですけれども、これ3月の9日に発売になったんです、正式には。3月5日から Amazon すべての書籍の総合ランキングずっと1位を走ってる。ね、どうしてかっていう、何を書いたかっていうとですね、実は私メディアの仕事を四半世紀以上ずーっとやってきたんですけれども、テレビとかラジオとか大手新聞、あるいは新聞系の雑誌で、一言でもコメントしたら即刻干されるっていうタブーが3つありました。一つはジャニーズの性加害問題。で、2つ目が財務審理庁。財務省は行政機関ではなくカルト教団であるっていう話と、3つが日本航空123便の墜落事件だったんです。で、まあ、財務審理庁の本は、その2つ目のタブーを破ったんですけれども、この日本航空123便の話は、多分死ぬまでできないんだろうなってずっと思ってきました。で、それはなんでかっていうと、財務審理庁よりも、はるかに圧力が強いんです。で、私も散々、かつてはもう、テレビラジオのレギュラー十数本あったんですけれども、レギュラーをやってる番組の、スタッフには全部やらせてくれと。別にこうだっていう結論はいらない。自己調査委員会の公式見解が正しいかどうかを検証するだけでいいって言ったんですけど、全部拒否されてきました。とにかく一切触れてはならない。で、ただ、私はどうしてもこれを世に問いたかった。で、それはなんでかということなんですけれども、実は1980年代半ばまで日本の GDP の世界シェア 18%、ほぼ2割が日本だった。今や 4.2% しかありません。4分の1以下に大転落をした。この原因っていうのは私は2つあると思っていて、1つは、この財務省が、経済理論を無視して、必要もない財政緊縮に走った。これはマクロ面です。もう一つが、この日本航空123便の、事件をきっかけに日本がアメリカにとてつもない借りを作ってしまったために、全部対米全面服従路線。これ未だに続いてるんですけれども、アメリカの言うことを全部聞かざるを得なくなって、独立国ではなくなってしまった。植民地化がどんどん進んでしまった。という二つの原因があるんだと思っています。どうせそんなに長く生きられないんだから、戦いながら死ぬぞって思って書いたのが、この書いてはいけないっていう本なんです。で、ちょっと今日皆さんにお話をしたいのは、この日本航空の、で、これね、実はなんで日本航空123便の話をしたいかっていうと、実はこの1985年ぐらいを起点に、これちょっと名目の為替レートで換算しちゃってるんですけど、購買力平価で、まあ、85年ぐらいがピークで、その後真っ逆さまに落ちていくんです。なぜそんなことが起こったのか、いうこと。これはもう財務省の緊縮が80年代から始まったっていうのも重なってんですけれども、私は最大の原因は、この日本航空123便の影響なんだと考えています。で、信じてもらえないかもしれないですけれども、私はこの30年間、ずっとこの問題と戦い続けてます。で、大丈夫です。
実は1985年8月12日、午後5時12分、羽田空港から大阪の伊丹空港に向けて、日本航空123便が飛び立ちました。お盆前だったんで、満席だったわけです。で、離陸から、12分後、午後5時24分にですね、飛行機が、まあ、飛び立って、木更津を抜けて、ずっとこう行って、伊豆半島に差し掛かった時にですね、機体後部でボンっていう爆発音がしました。で、そこからですね、日本航空123便の迷走が始まった。で、運輸省の事故調査委員会は、なんて言っているかっていうと、飛行機っていうのは非常に薄い金属で作られてて、2ミリとか3ミリしかないんですよ。で、じゃあどうして潰れないで空を飛べるかっていうと、中に余圧、空気を入れて風船みたいに膨らまして飛んでいるわけです。で、ただ風船で中から圧力がかかるので、機体後部、この一番後ろの席のもっと奥のところに、お椀のような圧力隔壁っていうのがあって、そこが内部の圧力を受け止めていると。で、ところがですね、この123便の機体っていうのは、何年か前に大阪の伊丹空港で、こう、尻餅事故を起こしてるんです。で、尻餅事故を起こしたときに、その圧力隔壁の下半分が、破損した。で、それでボーイング社が修理をした。ただ修理をするときにですね、その、まあ、板を当ててリベットで止めるんですけれども、その板の止め方っていうのがマニュアルを無視した弱い止め方をしていたので、それを何度もその後使い続けるうちに亀裂が生じて、で、圧力隔壁が破断して、中の圧力の空気が一気に吹き出して、それがこう尾翼の後ろ半分を吹き飛ばし、さらには油圧系統も破壊して、この123便っていうのはアンコントローラブルになってしまったというのが表向きの説明になっています。でもこれはもう何がどう考えてもおかしいのは、実は当初からですね、私はなんでだろうって思ってたことがあって、この群馬県の上野村の御巣鷹の尾根っていうところに墜落したんですけれども、当時、まあ夕方に墜落してっていうか、18時56分、7時前、まだ明るかったんですけれども、墜落した時に、テレビの報道、あるいはラジオの報道で、どこに落ちたかわかりません。ね、長野県のどことか、群馬県のどことか、次々に墜落地点の報道が変わったわけです。だけどですよ。皆さん、これ、関東圏で落ちてるんです。つまりね、直前まで、レーダーが捉えてないはずがないわけです。太平洋上とかで、落ちたんだったらまだわかるんですけれども、関東で飛行機が落ちてどこに、落ちたかわからないなんてことはありえないわけです。地上のレーダーにも捉えられていたでしょうし、まあそのトランスポンダーの電波も受けていたと思う。にもかかわらずわからんわからんわからんって言い続けて、次の日の
朝まで結局墜落場所が公表されることはありませんでした。で、ところがですね、今回私自身が調べてみて、恐るべきその、ことが分かったんです。で、実は最初ね、その最初の墜落時、その墜落地点の行動っていうのは、長野県の北相木村っていう、まあ、その墜落地点の ここら辺のところに墜落したんだっていう報道がなされて、たまたまラジオの文化放送の報道記者が遊びに行ってたんです、長野に。ね、そんなに遠くないところだったんで、本社からの指令が来て、お前今すぐ墜落現場に行け。で、彼は自家用車を買って、その北相木村の、役場に行きました。役場に行って、で、ところが燃え上がってない。ところが山を見ると、この、こっから、見てですね、この上の村の方を見ると、山の反対側に、飛行機が燃える赤い炎が空を赤く染めていて、心が痛んだ。なら最初に墜落を報道したのは実はテレビではなくて、文化放送のラジオだった。でも彼は墜落直後に言ってんですよ。で、それをラジオで放送した。ただですね、39年も前の放送の録音って残ってないんです。で、私は本人に話を聞こうと思って連絡先調べたんですけど、残念ながらもう亡くなっていて話を聞くことはできませんでした。ただ、ちょっと私、大竹誠ゴールデンラジオっていう文化放送の番組もやっているので、社員に頼んで、当時の文化放送の社内報を見せてもらう。彼らはちゃんと自分がどう行動したかというのを書かないといけない。彼がその赤い炎が上がったことで心が痛んだっていうのは放送業界の人が読む雑誌に書いてるんですけど、そこと全く矛盾しない同じことが社内報に赤い炎が上がったとは書いてないですよ。彼の行動はそのまんま書いてあります。それどころかね、実は上野村っていう墜落現場の村長は、すぐに、県と国に、うちの村に落ちてますよ、っていう、報道をして、通告をしているんです。でもそれを無視して、どこに落ちたかわかりません。で、政府も、それから NHK を中心とした報道機関も言い続けたわけです。おかしいぞって思ったのがその1です。で、もう一つは、まあ、すぐに圧力隔壁破断説っていうのが出てきたんですけれども、これは、ありえない話なんです。なぜかっていうと、圧力隔壁が、もし本当に割れたのであれば、急減圧っていうのが起こるんですね。で、ここを見ていただくと、24000フィートの高さを飛んでるわけです。これ、エベレストの頂上に近い高度です。そこで、中の油圧が一気に外に吹き出したとしたら、何が起こるか。これは実験もされているんですけれども、まず、目や耳がダメになっちゃう。息はできない。酸素マスクをしていないと生きていけない。もし酸素マスクをしていない場合は、3分から5分の間に、その、低酸素症っていう症状を起こして、もはや思考能力も失ってしまうっていうのが、その後の人体実験で明らかになっているわけ。ところがね、この123便のパイロットはですね、
20分にわたって、酸素マスクなしにずっと更新を続けてる。ありえないことが起こっている。で、最終的に4人の生存者がいたんですけれども、4人の生存者の、目や耳に外傷は一切なかった。つまり、急減圧なんか起きていないんだ、というのが、もう明らかなわけです。で、おかしいな、おかしいな、ずーっと思っていました。その中で、私の、私2000年から2004年までニュースステーションのコメンテーターしてたんですけど、私がコメンテーターになる前の1995年、ニュースステーションが衝撃的な特集を放送しました。幻の米軍救出作戦、っていう、特集を放送したんだけど、それは何かっていうとですね、実は、こう墜落した直後にですね、米軍はレーダーで捉えていたんです。で、C-130 っていう輸送機が墜落現場から炎をが上がるのを発見して、すぐに米軍に連絡して、ね、米軍の横須賀基地から救援用のヘリコプターを現地上空に飛ばしました。そして、救援隊員がロープを下ろして、まさに現場に救出に向かおうとしたところで、基地から帰還命令が出た。今から助けるのになんで帰らないといけないんですか？日本政府が自分でやるってるから、とにかく帰ってこい。で、基地に帰ると、今日起こったことは全部喋るんじゃない。アントヌーチっていう、通信士ですかね、がその後証言をするんですけれども、要するにその時助けられたんです。助けられたにもかかわらず、帰れっていう日本政府の要請で、米軍は救出をできなかった。で、米軍は実はもう一つ、その救出のチャンスを日本に与えました。123便に与えたんです。で、ちょっとね、私、この飛行経路って、これ表向きに出てる公式発表の資料なんですけれども、実は羽田に帰ろうとして右旋回して、で、この山梨県の大月上空でぐるっと回ってるわけです。で、私は、これは、アンコントローラブルで、迷走状態に入ってんだろうなってずっと思い込んでたんですよ。ところがね、このコードと合わせ読むと、実は大変なことが分かったんです。それは何かっていうと、これ、綺麗にコードを下げてってんです。この急旋回の間。で、ここ、下がったところで、その前には横田基地があるわけです。つまり横田基地の滑走路に向けて極めて合理的な飛行経路でまっすぐに降りていって、で、これはもう米軍のいろんな証言が出てて、米軍は横田基地にこの123便を緊急着陸させる許可を出していた。世界中のメディアで報道されています。で、ところがですね、ところがなんです。なぜか不時着じゃないや着陸寸前で北に進路を切り替えていくんです。で、その時のコックピットボイスレコーダー高浜機長の会話は相手わかんないんですけど、なんて言ってるか、このままでお願いしますって言って懇願しているわけです。ところが北に進路を変えた途端に高浜機長が突然弱気の発言をして、これはもうダメかもしれないねって言うんです。誰が横田基地への着陸を阻止したのかよくわかりません。
それは自衛隊かもしれないし、日本政府かもしれないし、日本航空かもしれません。ただ、着陸が許されなかった。で、これ公式飛行ルートにはないんですけれども、実はこの123便、この御巣鷹の尾根に落ちる前に、一度長野県側に行ってます。で、そこでレタス畑に不時着をしようとしてます。それは地上の目撃証言がたくさんあるんです。もう竿で叩いたら落ちるぐらいのところまで高度を下げた。でもそれもなぜか不時着をせずに、また北に進路を取って山あいを抜けて最後御巣鷹の尾根に墜落するんですね。ね、そこで最後の疑問っていうのが、実はこのジャンボジェット機ってエンジンが4機ついてるんですよ、ここに。で、この第4エンジンが墜落現場に、第4エンジンだけが本体から落ちて、しかも粉々になって離散しているんです。で、一応政府の公式見解は最後、その立ち木に当たって、一本の木に当たって、で、それでエンジンが粉々になったっていう説明をしてんですけど、ちょっとでも物理をかじったことがある人だったら、あり得るはずがないっていうのはすぐわかるんです。なぜか、この第4エンジンって1個で7トンもあるんですよ。で、しかもバードアタックとかしょっちゅう受けるので、がっしりつけてあるわけです。ここは明確な証拠はないですけれども、おそらく、123便の最後っていうのは、この123便を追尾していた自衛隊機が、ミサイルで第4エンジンを攻撃して、自衛隊機によって撃墜されたっていうのが、多分 99% 正しいんだと私は思っています。しかもですね、7年前だったかな、青山東子さんっていう、元日本航空の客室乗務員がですね、日航機墜落の真実っていうタイトルだったと思うんですけど、本を出しました。で、私はその本を読んで目から鱗が落ちる。で、それまでいろんな陰謀説が唱えられてきたんですけれども、彼女の本っていうのは、それまでの本とは全く違ったんです。それはなんでかっていうと、日本航空を辞めた後、彼女は、東京大学の大学院に行くんですね。で、大学院の博士論文っていうのは徹底的な論文の審査を受けます。で、私も一応大学教員ではあるので、その厳しさっていうのはよくわかってるわけです。つまり、憶測で物を書くなんていうことは許されないんです。全部具体的な証拠と証言だけで組み上げるということをしないといけない。で、この本ではそれが貫かれていた。で、私は何に驚いたかっていうと、この123便を、ボンという音がして、瞑想が始まった直後から、2機の自衛隊のファントム機がずっと追尾していた。で、それは多くの地上からの目撃証言もあるし、小学生たちの文集の中にも載っているんですよ。で、だから最初から墜落現場まで自衛隊機は追尾をしてるんで、落ちた場所は分かっていたわけですね。で、にもかかわらずその事実というのは一切伏せられたままだったんです。で、なぜ追尾したか、ここで何が起こったのか、伊豆半島の上で。で、これはですね、とっても不思議なことが起こって、今から何年か前に、この事故調査委員会の、報告書の別冊付録っていうのが突然ネットにアップされたんです。これはおかみのサイトにアップされた。そこに書いてあった事実っていうのは
衝撃的だ。圧力隔壁が破断して尾翼を吹き飛ばしたではなくて、フライトレコーダーのデータから見ると、この尾翼の真ん中あたりに、異常外力が加わったことによって尾翼が破断した。何を言ってるかわかります？要するに中からの圧力で尾翼が吹き飛んでアンコントローラブルじゃなったんではなくて、何かがぶつかって尾翼を壊して、尾翼が壊れたから緩やかな減圧が起きたというのが真実だ。これはお神が認めてるわけです。じゃあなぜ尾翼に何が当たったのかというのは、ここは正直言ってよくわかりません。今二つの説が有力です。一つは青山透子さんっていう本を書いた人が言っているのは、当時この相模湾ではですね、自衛隊がですね、引き渡しを受けた松行っていう護衛艦、まあ戦艦ですね、その航行訓練をしていて、で、試作薬、爆薬を積んでいないミサイルもそこで装着されていただろう。それを誤って撃ってしまって、まあだから爆薬がついてないんで爆発はしないんですけれども、それが尾翼に当たったんだっていうのが青山説です。で、もう一つ小田修二さんっていう、まあ遺族の人がですね、主張しているのは、当時相模湾上空で自衛隊は無人標的機、その、まあ飛行機でこう、鯉のぼりの吹き流しみたいなのを引っ張るんですよ。で、それを敵機に見立てて、その、訓練をするんですけど、それが誤って尾翼に当たったんだ、という説もあります。どっちが正しいか、わかりません。わからないんですけれども、いずれにせよ自衛隊が誤って、123便の尾翼を壊してしまった。でもね、普通に考えれば、だったら、横田基地に緊急着陸させてやれば、いいだろうって思うでしょ。実はそうじゃないんです。私この日航123便の撃墜事件が起こった時は、経済企画庁の、総合計画局の労働班っていうところにいました。当時中曽根内閣だったんです。今と違って国民の自衛隊に対する理解は、まあ二桁ぐらい小さかった。例えば社会党はそもそも自衛隊は憲法違反である。多くの多分ね、7、8割の国民は中曽根内閣が進める、防衛費増強っていうのを何とか止めないといけない。な、自衛隊の膨張には国民の大きな反発があった時代です。産業班っていうところが、まあ、総理府の経済企画庁だったんで、総理答弁ずっと各役所だったんです。もう産業班のメンバーはずっと朝から晩まで防衛費 1% 問題、GNP の 1% に収めないといけない、の答弁を書き続けてます。そういう時代の中で、自衛隊機がミスとはいえ民間機を誤って攻撃してしまったっていうことがバレたら、これ国も持たない。政府は即時崩壊したと思います。そこで隠そうという決断を中曽根総理はしたんだと思います。ね、何をしたか。もう恐ろしいことが起こってですね、この上野村で墜落をした現場、実は遺体は、多くの遺体が完全炭化してたんですよ。昨日もね、当時のその写真を現像したっていう写真館の人からメールをいただいたんですけど、警察の手伝いをしていろんな遺体の写真を撮ってきたけど、こんなの見たことがないっていうぐらいカリッカリに炭化していたそうです。で、夏の時期ですから、地面は湿ってるわけです。で、ジェット燃料を被って炭化したっていうことになってるんですけど、ジェット燃料って、実は
ガソリンよりもはるかに火力の弱い、まあ、灯油に近いような存在なんです。で、要するに湿った地面に遺体が落ちてですね、灯油かけて燃やして、カリカリに炭化しますかっていう話なんです。ありえないことが起こっているんですね。で、青山透子さんは自腹を切って、今でもこの御巣鷹の尾根からは航空機のボディや部品の異物が出てきます。それを化学鑑定しました。なんと、ベンゼン管が発見されたんです。ジェット燃料にベンゼン管は入っていません。そしてもう一つ現場での証言は、ガソリンとタールを混ぜたような匂いがずっとしていた。この共通点を持つものは、軍隊が使う火炎照射器のゲル燃料なんです。つまり、証拠を隠滅するために、夜山に入った自衛隊の特殊工作部隊、別班がですね、全部現場を焼き払ったという可能性が極めて高い。じゃあ、なぜ落合由美さんや川上恵子さんは助かったのか。で、実はこの墜落の時にですね、機体が割れるんです。で、彼らは全部最後部の座席の方に座っていて、で、その最後部の座席っていうのが、沢をずーっと転がり落ちて、で、瓦礫の山の下に埋もれてしまったんですよ。だから自衛隊は発見できなかった。じゃ誰が発見したか。この4人については、朝現場に駆けつけようとして、沢を登っていった上野村の消防団が見つけちゃった。だから偶然、彼らは自衛隊の別班に発見されなかったおかげで、まあ命が助かったっていうことなんだと思います。ただこれを表にしたら日本は持たないわけですね。ね、じゃあどうするかっていうことなんですけれども、当時の日本政府あるいは中曽根総理の判断として、なんか理屈はつけないといけない。そうだ。ボーイング社に泥を被ってもらおうっていう決断をしたんだと思います。つまり、全くミスをしてなかったボーイング社が自分たちがミスをしました。そして520人の命が失われてしまいましたっていうストーリーを作ってもらう。でもこれは、大変な借りをアメリカに作ることになってしまったわけです。だこの1985年は焼け跡からの復興でずっと日本経済っていうのは世界シェアを高めていって世界第2位の経済大国、世界 GDP20% 近いシェアまで持ってったわけです。ところがここで大変な借りを作ってしまったおかげで、そのツケはすぐに払わされることになる。この墜落からわずか40日後です。ニューヨークのプラザホテルに先進5カ国の中央銀行総裁、大蔵大臣が集まって、プラザ合意っていうのが結ばれます。これ私は日本経済集団リンチ事件と呼んでるんですけれども、何が起こったか。協調介入によって、円だけを急激な円高に誘導しましょう。まあ2年ぐらいかかってやったんですけれども、240円だった為替を一気に120円まで円高に持ってきました。これは何を意味するか。日本の輸出製品すべてに 100% の関税をかけるのと同じ効果です。今トランプが大統領になったら中国製品に 60% の関税かけたろぞって脅してますけど、それよりもはるかに厳しい、制裁を日本に与えた。で、これでね、日本の経済の
方向性ってガラッと変わってしまう。例えば今でも日本の輸出の、花形である自動車の輸出台数ご覧になってください。この85年がピークで未だにどん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 落ち続けてる。つまり海外生産が増えたから政府のようなイメージで見られるんですけど、実は輸出はどんどん落ちてっているっていうのがこのプラザ合意の結果です。それだけでものすごいインパクトが、まあ、転落のきっかけになったんですけれども、まあ、先ほど三橋さんが半導体の話をしてましたけれども、実はこのプラザ合意だけじゃ済まなかった。86年、日米半導体協定っていうのが結ばれました。デラムのシェア8割だったんですけど、世界シェア。半導体全体で見ても、日本のシェア5割。そこに、日米半導体協定っていうのが結ばれて、何が行われたか。日本は即座に日本国内での海外製品のシェアを 20% 以上にすることっていうのを飲まされた。ね、これは WTO 違反なんですね。そんなこと言えないんです。WTO のルールで。で、じゃあどうしたか。その抽象的なことを日米半導体協定の中に書いておいて、具体的なこの 20% っていう数字は、秘密書簡っていう形で処理をしました。な表に出せないけど、お前 20% 海外製品出ろ。まあ、アメリカ中心っていうことなんだと思いますけれども、で、日本の半導体企業のね、投資が失敗した。それはもう私も認めます。でも、そもそも転落のきっかけを作ったのは、この1年後に起きた日米半導体協定。だったことは間違いない。今や世界シェア 10%、5分の1に起こってしまったわけです。で、実はね、ちょっとここは本題と外れるんですけれども、今半導体バブルが日本で起きてますけれども、私は手出さない方がいいと思っています。それはなんでかっていうと、経済産業省がやったこういう政策、全部失敗しているからです。例えば、ジャパンディスプレイっていう会社は、日本最強のゾンビ企業って言われていてですね、設立以来、一度も黒字になったことがあります。LP ダメモリー、大幅な赤字を積み重ねてアメリカ企業に二束三文で売却されてしまいました。私は経済企画庁にいたとき、これは私の独自見解ですけど、今の経済産業省の官僚は、経済の実態が全く分かってないんですね。ねえ。それはどういうことかっていうと、実は私が経済企画庁にいた時の、当時通産省と業界はべったべったに癒着してます。もうひどかったんですよ。私は90年代からずっとシンクタンクにいて、経済産業省の下請けの仕事をずっとしてたんです。はい、森永、お前、3時から打ち合わせすっから来いよな、言うんです。通産省の官僚が。何寝ぼけたこと言ってんですか、もう4時過ぎてますよ、って言ったら。アホか、お前は午前3時に来いって言う。で、午前3時に行くじゃないですか。みんな残業してるわけです。そうすると、トヨタに1本電話入れるんですよ。トヨタに1本電話を入れると、その直後、一時間以内にトヨタ本社からこんなでっかい寿司折りとタクシー券が束で来る。
市中予算が余ると、ああ、森永行くぞ。言って工場見学。工場見学でも、でもほら、役人は平日忙しいわけです。相手の日曜日しかありません。日曜日に行くと、遊びに行ったのがバレるわけです。何知ったと思います？工場全部休日稼働。役人が見に行くためにわざわざ工場フル稼働させた。当然、その前後で、まあ、酒飲んで、どんちゃん騒ぎして、本音で語り合うわけですね。ところが2000年ぐらいからですね、そういうのがダメだっていうことになっちゃったんで、距離を置くようになったんです。そう、距離を置くようになると、現場のことなんか全然わからないんです。ね、私は、TSMC の熊本工場は、失敗すると思っているのは、あそこで作る半導体っていうのは、まあ、十数ナノなんですね。これ汎用品、誰でも作れるやつ。で、今ね、その自動車の、その EV 化がどんどん進んでいくから、まあ、人工知能や半導体の需要が一気に増えるって言ってるんですけど、今何が起こってるか。EV ダメじゃんっていう話に世界中がなっていて、で、まあ、テスラは、大幅な減益、利益半減して、2割引きで叩き売って、それでも在庫が積み上がっています。アップルは撤退を発表しました。今年の寒波で、気温が下がると充電ができなくなるっていう致命的な欠陥も明らかになって、で、むしろそのハイブリッドの方が全然いいじゃんっていう話に、今世界がなっている。中国なんて新車の時は人気があるんですけど、補助金があるんで、もうちょっと中古になると値段がつかない。電気自動車の墓場が山盛りになっていく。そういう状況で EV 化っていうのは私は止まると思う。止まると何が起こるか。当て込んでいた半導体の需要っていうのがドーンと落ちるわけです。で、半導体っていうのは恐ろしいマーケットで、ちょっとでも需給のバランスが崩れると、徹底的な叩き売りになる。つまり熊本で作るものっていうのがなくなっちゃう可能性、十分あるんです。もう一つね、その、確かアリゾナだったと思いますけど、TSMC のアメリカ工場を作るわけです。ここは3ナノを作る。世界最先端を作る。同じ補助金出して、誘致して、日本は汎用品作るんです。あの、最先端のところはそんなに値崩れしない。汎用品は一気に値崩れする。だから、私は熊本の家とかに投資しない方が絶対いいと思っているんですけれども、まあそれはそれとして、この半導体産業の転落のきっかけを作ったのも、この123便の事件がきっかけだったわけ。それだけではありません。1990年代から日米構造協議っていうのが始まりました。で、私は、そのさっき言ったようにシンクタンクで経済産業省の、まあ、委託を受けて、委託っていうとかっこいいんですけど、私がやってた仕事は小僧です。つまり、日米構造協議って何かっていうと、役所で SII って言ってたんですね。ストラクチャルインペリメントイニシアティブ。日本経済が抱えている構造的な問題を解決するための文句をアメリカが日本に言ってくる場合。私は小僧だったんで、経産省に言われて、っていうか、通産省に言われて、資料を作ったり、あるいはその資料とか荷物を運んだりっていう、作業、構造の作業をずっとしています。だから交渉の現場は一切入ってもいません。ただ門前の小僧を習わぬ経を読むじゃないですけれども、アメリカ側にも小僧がいるんです。で、小僧同士で話をしているときに、アメリカの小僧が私にこう聞きました。なんで日本政府はアメリカの言うことを一切反論せずに全部受け入れるんだ。私答えが見つからなくて、
なんでですかねって当時答えています。そして、小泉竹中路線の2000年から年次改革要望書というのが突きつけられることなんです。これ、形式上は日本とアメリカそれぞれがお互いの国、相手国に対してこういう構造改革をしてくださいという要望を出せるという形式になってるんですけど、日本の要望でアメリカが何か制度を変えたって、私一つも知りません。アメリカはやりたい放題。何やったか。例えば郵政の民営化もこの年次改革要望書の通りに行われる。ちなみにアメリカは郵政を民営化しろって言ってはきませんでした。郵便貯金を開放しろ。まあ、200兆円ぐらい金があるわけです。で、大丈夫ですか。これを外に出せ。今まさに岸田内閣やってるわけです。新ニーサだ。貯蓄から投資だ。200兆。しっかり日本の国民が抱えていた、貴重な資産が、今オルカンだとか、S&P500 とかでどんどんアメリカに流れてる。私は今のニューヨークダウは完全なバブルだと思っています。いつこけるかはわかんないんですけど、業界でニューヨークダウ3000ドル説を唱えても私だけです。10分の1に下がります。つまり今壮絶なババ抜きの最終戦に来ていて、で、そのババを誰が引くか、悠長に金を預けてたぼーっとしてる日本人が引くっていうことに私はなるんだろうなっていうふうに思っています。で、郵政民営化だけではなくて、もうありとあらゆる構造改革、不良債権処理もそうだし、ありとあらゆる構造改革と呼ばれる労働市場の流動化もそうだし、ありとあらゆる構造改革が、この年次改革要望書に書くだけで日本は実行するっていうふうになっています。しかも恐ろしいことに、これ毎年未だに続いてるっていうことです。つまり、これアメリカ政府が握ってるデスノートなんです。いくらでも日本を転落させることはできるわけですね。で、だからどん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 落ちてっていったっていうのが私は実態なんだろうなっていうふうに、思っています。すっげえくだらない話するとね、例えば高速道路のオートバイの二人乗りかつてはできなかったんです。今なぜ認められたか。これもこのデスノートに、お前二人乗りさせなかったら、ハーレーダビッドさんが売れねえだろ。って言って二人乗り解禁になった。本当ですよ、これ。もうもうありとあらゆることが全部アメリカの言いなりなんです。結局その言いなりっていうのがこの123便の撃墜で嘘をついた。で、嘘をついて嘘を隠すために嘘を重ねるっていうのをずっとやってきたんで、もう39年も経ったんだから本当のことを言って独立国を再び目指しましょうよ。例えば飛行機、東京からこう長野県ぐらいまでずーっと横田空域って全部アメリカが管制してます。管制権もないんです。同じ敗戦国のドイツは全部自国で管制をしています。例えば、MRJ、途中でスペースジェットっていうふうに名称変更になったら1兆円以上の金をかけて、この間ボツになります。なんでか。アメリカが型式証明を一切出さなかったから。世界一の高性能のいい飛行機が潰された。で、航空産業を守るためにもう戦闘機やるしかない。三菱重工を守るために
その輸出を解禁して戦闘機を続けるっていうことを決断したわけです。ホンダジェット飛んでんじゃねえか。ホンダジェットはアメリカで作ってる。つまり日本で作るっていうのをアメリカは許してくれないっていうことが起きているわけですね。こんなことを続けていたら何も前に進まないわけですね。で、実は今、最高裁で裁判が続いてます。吉備素子さんっていう遺族が、このフライトレコーダー、ボイスレコーダーっていうのは、日本航空本社が持っているんです。で、その本当のデータを開示してほしいっていう裁判で、年内に多分判決が出ると思います。私は、そこで、本当に最高裁の裁判官に良心があるんだったら、見せりゃいい。今までの航空機事故でも何度も、日本航空は全面開示に踏み切ってるんです。でもこの開示をすれば、すべての真相がわかるわけです。で、ただやばいっていうのはみんなわかっているわけですね。なら私は未だにこの書いてはいけない。これ、ずっとトップを取る。全書籍の中でトップを取るって結構大きなニュースなんです。ところが、東京キー局、五大市、そして大手系の雑誌、週刊新潮とか週刊文春、全部無視です。完全な無視。じゃあどこが書いてくれるか。週刊大衆とかが書いてくれる。わかります?この差。で、行ったら干されるんです。で、私は実は東京キー局のテレビ、先日全部干されました。一応表面上は番組リニューアル。プロデューサーが森永さん、番組リニューアルするので降りてくれませんか?いやーもう何十年もやってきたけど、まあそういう事情だったらしょうがないですね。翌週、その放送を見たら、リニューアルされたのは私だけだった。そうやって、潰しに来ている。実は青山東子さんのね、本の書評をある大手新聞社系の雑誌に書いたんです。何が起こったと思います?デスクの OK を取って、私名古屋の、生放送に向けて、まあ早朝なんで、最終に近い新幹線に飛び乗ったんです。そしたら電話かかってきて。森永さん、この青山東子さんっていう人のことを森永さん、東大の大学院出て、博士論文も通ってるって書評の中に書いてますよね。あ、そうですよ。裏取りましたか?いや、だから奥付けに書いてあったと思いますよ。実はね、こっちで論文検索かけたら青山東子の博士論文ってないんです。おっとり前じゃないですか。ペンネームで論文書くバカいないでしょ。森永さん読んでないんですね。読んでないんだったらそういう根拠のない、裏付けのない書評は掲載できません。もう印刷所行ってんですよ。で、どうするんですか?こっちで直したのか。もうクソみたいな書評がそこにはあって。私名古屋まで悩み抜きました。真っ白な雑誌を出していいのか。で、私は、まあ、小物っていうか、小心者なんで、名古屋の直前、三河安城ぐらいで、しょうがないと。今回は、煮え湯を飲むか。その後、某大手新聞から、今まで一番感動した本の書評を書いてください。
私はまた青山さんの本を書きます。で、担当編集者に、本当にいいんですね。なら、先たら担当者なんて言ったか。森永さんが本を選んだ時点で、OK は出てますから、全く問題がありません。それから、掲載直前になって、編集者から電話がかかってきます。森永さん、本当に申し訳ないんですけれども、この書評欄は、一人の評者は、一生に一回しか書けないルールになっています。森永さんはかつて一回書いてるので、これは掲載できま、こんなこと最初から分かってんだろうっていう話なんです。特集を作って、放送直前で潰されたこともあります。つまりね、これだけ強い圧力がかかってるっていうことは、絶対に公式見解は違っている。だからもういいじゃねえかと、40年時効だよ。本当のことを言って、で、もう一度焼け跡から復興を目指す。だから私は処方箋は何ですかっていうふうに、この大転落を前にして、処方箋は何ですかってたまに聞かれるんですけど、言ってるのは、一つは123便の撃墜事件の真相を正直に言うこと。もう一つは財務省を解体すること。簡単です。天下りを完全禁止して国税庁を切り離す。この二つさえやれば、日本は再び成長軌道に戻れるのかな、というふうに思っています。ということで、せっかく皆さんの前に来たので、何かご質問のある方は、何でも答えますので、ぜひ。ありがとうございました。